休憩前に引き続き会議を再開し、一般質問を行います。通告順4、金子めぐみ議員のある1、住民との共同のまちづくりについての質問を許します。7番金子めぐみ議員。一般質問を始めさせていただきます。今回のテーマは住民との共同のまちづくりについてということで、テーマを設けました。地域主権改革の推進により自治体には独自の政策展開が求められ、地域の特性を生かし個性豊かなまちづくりを行うため、町民と行政議会が共に考え進めていくことが不可欠です。また町民の多様化するニーズに応えていくため、多くの意見を取り入れいかに政策展開していくのかが重要です。情報を共有し役割分担しながら住民自治を進めることは地域に活力を増加させることにつながり、それをどう維持していくかが課題であり、それを解決することが住みやすい町を作ることになると私は思います。そこで以下のことについて質問いたします。1、今後住民参画をどのように図っていくのか質問いたします。2、住民との共同により地域を活性化させる手法は考えられないのか伺います。3、住民の意見を聞く場になっているホットミーティングで出た提言や提案など検討し実現可能なもの、来年の予算に取り入れるものがあるのか伺います。4、住民の意見がより反映されるように住民投票条例を取り入れる考えはないか伺います。以上よろしくお願いします。町長。それでは金子議員のご質問、今後の住民参画をどのように図っていくのかということについてお答えを申し上げます。今日まちづくりにおいて共同住民参画という観点が不可欠なものになっております。その背景には地方分権の進展、少子高齢化、核家族化、頻発する自然災害などにより複雑化高度化する住民のニーズに行政だけでなく情勢だけで対応することが難しくなってきております。さらに阪神・淡路大震災や東日本大震災等大規模な自然災害を経験し国民の中に相互扶助の意識が高まってきたことなどが指摘されております。それと議員ご指摘のとおり地域の特性資源を生かした個性豊かな個性的な町を作るためにも共同住民参画の観点を欠くことはできないと考えております。本庁におきましても、住民の皆様のお力強いを得ながら、すでにさまざまな領域で共同の取り組みが進められておるところでございます。その甲斐もあってか、本庁の暮らしやすい生活環境といいますのは、内外で高く評価されておるところでございます。そこで、1番目、1点目の質問にお答えいたします。本庁での共同、あるいはまちづくりへの住民参画につきましては、平成24年3月に策定いたしました、長与町共同のまちづくり基本方針、これに沿って推進することとしておるところでございます。方針は、共同の目的や基本原則、想定される共同の担い手、手法、さらに分野ごとの具体的な取り組み等を網羅しており、町民各界各層の皆さんからなる長与町共同のまちづくり推進会議での1年間の議論を経て策定されたものでございます。ちょうどいたしましては、方針中の各種事業を着実、かつ効果的に推進するに加え、事業のさらなる充実、発展に向けた環境整備に注力する必要があるものと考えております。次に2点目の地域を活性化させる共同の手法についてでございます。
すでに本庁では基本方針に沿ってさまざまな領域において共同の取り組みが進められております。例えばファミリーサポート、消費サポなどの相互扶助サービスや福祉院をはじめとした地域住民による一人暮らし高齢者の見守り、ゴミの減量化に向けた各種の取り組みなどがございます。一人暮らし高齢者の見守りにつきましては、入野地区において ICT モデル事業を実施してまいりますことはご案内のとおりでございます。いずれも先進的な取り組みで、安全安心な暮らしや良好な生活環境の実現に大きく寄与していただいているものと考えております。今後はご指摘の地域活性化の観点による取り組みを加速させる必要を感じておりますので、町民の中から豊富な知識や経験を有する人材を発掘し、また必要に応じて外部から人材を招聘することにより地域を元気にする地域のアイデンティティを高めるような取り組みができないか検討する必要があると考えております。3点目のご質問でございますけれども、ホットミーティングに出た提言や提案で実現可能なもの、来年度予算に取り入れるものはということでございますけれども、町長に就任してこれまで合計8回のホットミーティングを開催してまいりました。住民の皆様と直接対話することで調整への理解が含められていると感じているところでございます。ミーティングには各所管の部長が同席いたしますので、その場で出ました意見、要望等につきましては、対応可能なものは私の方から指示をいたしまして、すぐに対処するようにいたしております。特に意見、要望が多いのは、道路の補修、街灯、防犯灯、交通対策等で、規定予算の範囲で対応させていただいておりまして、今のところ来年の予算に取り入れるものはございません。また私はこのホットミーティングは住民の皆様に身近に行政の状況を感じていただける最たるものと思っております。今年度は各行事等の関係でまだ1回の開催でございますが、この後町の方から団体等への申し入れを行いながら、あと数回は開催したいと思っているところでございます。続きまして4点目の住民投票条例につきましてのご回答させていただきます。ご承知のとおり、日本における住民投票は日本国憲法の規定に基づく住民投票、地方自治の法の規定に基づく地方議会の解散請求、あるいは組長議員の解職請求等に関する住民投票、そして地方自治体が定める条例に基づく住民投票に代筆されます。ご質問の地方自治体が自ら住民の意思を問うために条例を制定する場合につきましては、近年原発などの重大問題に対して恒常的に住民投票を行えるよう条例を制定する自治体もございます。私は常日頃、町民の皆様の多様なニーズの把握と丁寧な情報発信を心得ております。また議会におかれましても、町民とともにを基軸とした長与町議会基本条例を制定され、議会情報の発信、町民への説明責任を果たされております。住民投票条例に関する他自治体の動向は注視していくべきものと考えていますけれども、現状において条例で定める住民投票の役割としましては、調整の最重要課題について住民の意思を確認するために行う、あくまでも議会制間接民主主義を補完するものという認識で捉えておるところでございます。さらにまして、現時点では地域住民の課題などを町民の皆様から直接お聞きするホットミーティングや公民館等に設置しておりますまちづくり提案箱などを活用し、また議会の皆様方のご意見を拝聴しながら地域に根ざした行政を推進してまいりたいと考えております。以上でございます。金子議員。それでは再質問させていただきます。まず長与町の第8次総合計画に、町民、自治会、コミュニティ、各種団体、企業等に町を加えた推進組織の立ち上げ、担い手相互の連携や効果的な共同と明記されておりますが、実際、今現状はどういうふうになっているのかというところをまずお聞きします。企画課長。はい、ご指摘のですね、共同に向けた環境整備の部分です。行政が担っていく部分でございます。それは町長の答弁にもございました基本方針ですね、共同のまちづくり基本方針の中にもですね、1番
最初の項目として環境整備、かっこして基盤体制整備としてですね、掲げられております。で、具体的にはですね、今言及されました町内推進体制整備でございます。これはですね、現在企画課の方でですね、対応として企画課の方で所管をしております。ただこの内容といたしまして、内外に向けたワンストップとの窓口を担うというような部分があるんですが、その部分についてはまだ十分機能していないのかなというところが反省点でございます。続きまして共同推進組織の立ち上げでございますが、これにつきましても現在準備中でございます。まだ実際の立ち上げに至っておりません。共同推進組織は何かといいますと、共同の担い手と目されるですね、町民自治会、地区のコミュニティ、それに企業、各種団体、例えば大学等ですね、いろんな担い手の推進組織というイメージでございます。そしてあと効果的な情報発信もでしたですかね。はい。これにつきましてもですね、やはり全国の先進事例等をですね、効果的に皆さんにお知らせするということを通じて、これならば私たちにもできるなというような形のですね、裾野を広げていくと、そういう取り組みにつながっていければと思います。これも今後の重点課題でございます。以上でございます。金子議員。大体わかりました。それではですね、この町の方から取り組みをされている、そういうふうな情報の発信というのは、積極的になされているというのは、理解しております。それではこの共同というものの意義ということを、住民の皆さん自体が理解をしているのか、その点は どのように考えられますか。企画課長。はい。先ほどの私の答弁の中でですね、不十分な点をいくつか申し上げましたけれども、そうは言いつつもですね、町長の答弁にございました、先進的先駆的な取り組みもですね、それなりに進められているというところでございます。それは例えばですね、福祉による見守りであったりとかですね、そういうことなんですが、先般、各コミュニティにおいて、まちづくり計画の策定などもですね、していただいておりますけれども、そういう形での、その地域の皆さんへのですね、一定の浸透はしているのかなと思いますけれども、今後はそれをですね、さらに、先ほども申し上げたとおり、裾野を広げていくですね、努力が必要になってくるものと考えております。以上です。金子議員。やはり最後におっしゃられた、その裾野を広げる、やはりこう自治会なんかでも、共同という面では、ごく一部の人に限られているというところも多々ありますので、やはりそこが一番大事なのかなというふうに思っております。で、今住民との共同ということで、お答えをいただきましたけれども、計画の中には、そのボランティアですとか、NPO、そして産学官の共同の推進ということも挙げられております。で、この産官の連携ということになると、商工祭りですとか、シーサイドマルシェだったり、そういうものが、あるかとは思いますけれども、その地元の企業、そして商店との連携による、連携による共同のまちづくりを促進としておりますけれども、先ほど同僚議員の質問の中に、有志の勉強会に対し、ということはどういうことをしているかということに関し、その声かけをしていると、現時点ではできることから始めるということで答弁がありましたけれども、この地元企業とか商工会、商店主、事業主、そういう方たちの要望、意見などを聞く、その情報交換の場というのは、行政側でお持ちでしょうか。地域政策課長。その一つの例といたしまして、商工会、
まあ、あるいは事業者の方との連携したその協議会の場はどうかということでございますけれども、まあ、商工会においては常々日頃から連絡調整、意見交換等を行わせていただいております。それからもう一点、先ほども申し上げましたけれども、地元の商店主の皆さん方、これは一つの例といたしまして、商店街の皆さん方との意見交換については、申し入れをいたしておる状況でございます。それから各事業所等、町内の事業所等につきましては、商工会を通じて、各部会の皆さん方の意見、そういうものも含めて商工会の中でのそういう意見交換の中で、情報収集は、努めてさせていただいておるという状況でございます。金子議員。私が商工会と言わずに地元企業商店との連携というふうに、言いましたのは、やはり商工会に、入っていない事業者の方もいらっしゃいますし、最近商工会の方で町ゼミというのをしましたけれども、1対2ぐらいの割合でやはり都議地町の方が、参加されている企業が多いということですね、事業主の方で。まあ、この事業者との共同というのは、長与町を盛り上げるためにも重要だと思います。で今後のその町づくりにも、やはり大きな影響が出てくるものではないかというふうに私は思います。でまあ、これまで以上に、地元がその、行政が地元の業者に手を差し伸べることで、まあ、地域の活性化を図っていくということも、これからも継続していく必要があると思います。その一つの手法として、三館共同ということで、図書館の雑誌スポンサー制度の導入をしている自治体があります。この制度というのは、雑誌の購入費を1年間負担してもらう代わりに、雑誌にかけるビニールのカバーに広告を掲載するというものです。でこのことによって、まあ、図書館の経費を削減することができて、その分で他の新書ですとか、資料等を、購入に充てることができるという、そういうメリットがあります。これは高知県の宿毛市で、熊本県の大津町で、導入をして、大きな成果を上げているということです。大きな反響を呼んでいるということです。でまあこの蔵書数の増加というのは、図書館に対するその住民の要望の項目にいつも上がっていると思うんですけれども、その新図書館ができるまでというのは、まだ数年かかりますよね、これはもう確実です。で、まあ、1年間の購入、雑誌の購入費を負担してもらうことで、その蔵書数を増やし、で住民の読書環境というものを充実させるための施策を進めていただきたいというふうに思うのですけれども、こういう、まあ、政策っていうですか、制度は考えられないでしょうか。町長いかがですか。障害学習課長。今岸部さんの雑誌スポンサー制度ですけれども、雑誌の購入を業者さんにお願いいたしまして。でその代わり、住吉等にその PR をさせていただくということ です、ね、その雑誌の1年間を費用負担をさせていただくという形になっているみたいですけども、今私どもで、図書館の方にあるのは62冊ほど雑誌等があるんですけども、その分をです、ね、カバーをつけさせていただいて、PR をさせていただく、まずそういう業者さんがいらっしゃるか、そういうその業者さんがそれをメリットと思っていただけるかということがまずちょっと確認をしなくてはいけない部分だと思うんですけども、でそれとですね、新たに、まあ、議員さんおっしゃるみたいに新たな雑誌を購入をして広く皆様にということになった場合ですね、1年間、ご主様に、協力いただいて新しい雑誌を購入して、その分をお貸していただきます。でその後業者さんがいやあまりメリットなかったな、でもこれはうちはもう引かせていただきますよって言われたときに、その雑誌をうちがその配管するわけにはなかなかいかなくなってまいりますので、そういう部分もですねちょっと考えながら、ちょっと今からはどういう形でそのスポンサー制度をですね仕入れて組み込んでいくかというのはですね、ちょっと少し検討課題が残っているかと思います。以上です。
金子議員。その、カバに、なんていうか、その1年間の雑誌購入をしていただくという部分は、商工会と、そこは商工会とかと連携をしたり、広報に載せるなりをして、募集を、募ることは可能だと思います。で、私が調べたところによると、高知県の宿毛市では、募集をしたら3日間で、やはり、10社程度の、なんていうかな、募集っていうか、会社の方から連絡があったということです。そして、この、10社というのは、新しく雑誌を購入するのではなくて、今現在、図書館で購入している、雑誌を、継続して、置いている雑誌を、来年度からでも1年間、購入費を負担してもらう、そういうふうなことですので、改めてこう新しい雑誌をこう購入してもらうということではないんですよね。で、私はなんでこの、取り組みを見て、いいなって思ったのかというと、ビニールカバーというのは100円均一でも今はこう簡単に購入できるような時代ですし、この、長与町で商工会に入っていない、業者さんも、町にその負担、雑誌購入の負担をするということで、その行政に関わってもらう、参画してもらうということで、一つの、手段になるのではないかと思いましたので、これを、提案させていただきました。で、そう大したお金もかからないと思いますけど、で今後、検討も必要かと思いますけれども、この、制度について、町長、見解を伺います。障害学習課長。今お聞きしましたように今の図書でよろしいのであればもう十分ですね、私どもとしては予算面もですねかなり削減できますので、できるだけですねそういう形の方向でですね進めさせていきたいと思います。金子議員。少しちょっと前向きな答弁をいただけたのではないかというふうに理解をしておきます。で、この共同のまちづくりを進めるためには、やはり、住民のニーズに応えるとともに、やはり地域力の維持、強化を図るということを考えていかなければならないというのを、もう皆さんも、私たちも重々、理解しているところであります。そのためには、やはり自治体と、住民の共同、そういう、ことが極めて重要ですけれども、それではその担い手がいる、そういう、その橋渡しの役目をしてもらえる、人材というのが、なかなかこう、いないというのが、いないというか、こう、育成ができないというのが、現状だと思います。初めて一般質問にここに立ってから3年半が経ちますけれども、たびたびこの担い手の育成ということに関し、質問を、させていただきましたけれども、育成を考えているっていう段階でとどまって、なかなかこう、実際にこう、この人が、担い手ですっていうところまでの段階には至っていないというのが現状ではないかというふうに思います。それではその橋渡しのその役目をに、担うのは、簡単にこう、見つけられない、育成ができないというのであれば、私、9月の、議会で質問した地域おこし協力隊というのがあるんですけれども、前回ちょっとあまり上手に質問ができなかったので、ここでちょっと再度触らせていただきたいんですが、この、25年度は978名、318団体が受け入れています。で今後、国は28年度の目標として約3000名の隊員を考えているそうです。現在その先ほども申しましたようにこの担い手不足というのが懸念されている、本庁でもこの仕組みを利用することによって、NPO ですとか商工会、商工会に含まれない事業者そして自治体、大学そういう方たちと連携を取ってこの制度を取り入れることで新しい街づくりを考えていけるきっかけに
なるのではないかというふうに思うんですけれども、その点いかがでしょうか。企画振興部長。地域おこし協力隊につきましては、議員がおっしゃる通り、9月議会でもご質問いただきましたけれども、まあ、これにつきましては、全国的な事例を見ますと、定住など一定の効果があるということから、私どもとしても、全国および県内の事例を研究していくという答弁をさせていただいたところでございます。で、まあ、その後も県下の状況を見ますと、いくつかの市においてまた募集もされているようでございます。この地域おこし協力隊制度は、ご存知のとおり、三大都市圏などから、主に、過疎地でありますとか、山村、離島、半島地域、そういったところに、人に来ていただきまして、定住していただくと、地域での活動を通して、最終的には定住をするということが目的にした制度でございますけれども。今のところ実例を見ましても、過疎地域での活動というのが大変多く、また、実態調査によりますと、従事した活動としましても、地域おこしの支援、それから農林水産業への従事というところが非常に多いところを占めておるという結果が出ております。で、その地域おこしの支援というところで言いますと、どういったことをしておりますかと言いますと、まず地域が主催する行事、その伝統行事でありますとか、そういったことへの参加、協力、それから自治体のホームページやブログ、そういったものの地域情報の発信といったようなところの支援、それから都市との交流事業、グリーンツーリズムですとか、そういったところの交流事業の企画運営をしている。それから農林水産業に関しましては、農作業、それから漁業の支援といったようなところ、それからイノシシなどの害獣駆除、そういったところの専門的知識を生かした支援、それから農業や漁業の体験の企画運営と、そういったところが事例を見ましても大半を占めております。では、この長与町でどういった分野で、そこを想定していくのかということを考えますと、協力隊員というのは最終的にその活動、地域での活動を通した後に就業、定住していただくというのが目的でございますので、そういった意味から考えますと、長与町の農業とか漁業の希望ではなかなか難しいところがあろうかと考えております。で、その中でどういったところかといいますと、やはり今後の人口減少、高齢化が進むという中で、やはり一番必要なことは、移住、それから定住の促進、コミュニティの活動の活性化といったところではないかと思いますので、長与町で何が適切、そういった方々に来ていただいてできそうかというところで言いますと、具体的には、移住希望者への情報の提供ですとか、相談業務、それから空き家バンクの情報整備ですとか、支援、コミュニティ活動への支援といったようなところが考えられないかと思っております。で、この地域おこし協力隊の制度につきましては、先ほどありましたように、地方創生という意味からも、今後、今の1000名から3000名増やしていきたいというような国の意向もございますし、趣旨にも私どもも賛同はするところでございますので、受け入れ体制としてこちらの体制がしっかり取れるかどうか、そのあたりを検討しながら考えてまいりたいと思っております。以上です。加代子議員。はい、ありがとうございます。そうですね、この、地域おこし協力隊というのは、今、答弁にありましたように、山間地域とか過疎化したその地域というのを、主にというふうにおっしゃってましたけれども、この、そこの趣旨というのが、だんだん変わってきているように感じるんですね、最初、23年度でしたっけ、に始まって、もう3、4年経つんですけれども、だんだん、都市部でも、都市部というか、長与町ぐらいの、町でも、その町にあった、施策とか、そういうものに、人材の、人的支援ということで、この地域おこし協力隊を、活用できるという、こともあります。そして3年間、その、
その研修費ですとか、そのマネジメントというんですかね、そういうものの面での費用も、地方交付税で手当てされることになりますので、私は町にとって、山間地域じゃないから、農業地域でもないからということで、この地域おこし協力隊の、活用をちょっと今一つ考えるというのであれば、そこの、部分を変えて、長与町にあった、形で、住民との、その共同を図るための人的な、支援の目的ということも兼ねて、考えることもできるかと思いますので、そのあたりは、この制度を、前向きに検討をいただければというふうに、思います。では次に、3番目に、ホットミーティングに出た、提言ということで、先ほど町長からその8回のホットミーティングを重ねてということで、答弁がありました。で、その中で、出た意見等は、その都度、まあ、なんでも言う、その答えていくというふうなことでしたけれども、この8回というのは、町長の任期中、2年半で8回ということでよろしいでしょうか。町長。はい、そうでございます。金子議員。先月の第3日曜日の、資源化物の回収の、うちの自治会は2か所してるんですけれども、その1か所の方に、町長がいらっしゃったということで、手伝っていただいている自治会の方も、町長がわざわざ足を運んでくださったということだけで喜んでおられました。で、どんな話をしたって言ったら、いや、そう大した話はしてないけれどもということではありましたけれども、もう来たということだけでもう、その、やっぱりおじいちゃんたちは嬉しいようで、ということはですよ、ホットミーティングというのは、結構受け身のミーティングではないかというふうに思うんですね。で、住民の、その、意見を聞くためにホットミーティングをされていますが、それがもう、受け身の体制ということであれば、逆に定期的にですよ、50ある自治会を、町長が、こちらの方から、回ってっていうか、赴いて、で、膝を突き合わせた意見交換を行い、住民のその声を一つ一つ吸い上げていくという方法もあります。これは以前、同僚議員の方も、一般質問でされていた いましたけれども、それに関しては町長のお考えとしてはいかがでしょうか。今で十分と思われますか。町長。はい、ありがとうございます。ホットミーティング8回ですけれども、もっとご要望があればしたいなと思ってますし、あまりこちらの方から話しかけていくというのもあれかなというふうなことでありまして、でも先ほど言いましたように、何かあればですね、もう喜びさんで参りまして、その地域の方々と話をしていきたいと思っています。ホットミーティングもそうですけども、その後にまちづくり提案箱というのも今、してます、これも結構入ってます。もう多くなったなというようなことでですね、それでできることはですね、すぐするようにやって、するようにしてるんですよ。だから、ホットミーティングの場合もですね、大体要望が、本当は私たちは、調整報告と、それであとは日頃の、活動という、そういった会話をしたいなと思ったんですけど、どうしても参りますという方法というのが多いというのが現状ではございますけれども、しかしそれでも、皆さん方のご要望ですので、ぜひお聞きしたいというふうには思っております。金子議員ですね、その都度、皆さんの住民の意見は、声は、その都度聞いて、すぐ対応するということですけれども、また繰り返しになるかもしれませんけれども、受け身ではなく、町長の方から、住民の中に入っていくというふうな体制も、ちょっと考えられてもいいのではないかなというふうに思います。それが、やはり共同のまちづくりというんですかね、そういうことの
元っていうんですかね、自分たちの声が行政に伝わるという住民のその意識も高まると思うので、ちょっと検討をいただければというふうに思います。その住民の声なんですけれども、そのやはり自治体の政策に反映させる 役割を、担っているのは、確かです。で、まあ、その、役割たあの担っているのは確かです。それは私たち、まあ、議員の、立場も同じですよね。住民の方の話を聞いて、それを一般質問だったり、その委員会だったり、直接あの所管の方に、まあ、話しに行ったり、まあ、そういうことでもうあの、そういう役割も私たちは担ってはいるんですけれども、本庁 の、あのこの長与町議会でも、まあ、定数が削減されるように、その役割を担うという、その議員数が全国的に少なくなっているっていうこともあって、その住民の皆さんが自分たちの声を政策に反映させるために、まあ、住民投票を求めるようになったっていう、経緯もあります。で、この住民投票というのは、まあ、1996年、新潟県で、先ほど、答弁の中にもありましたように、その 原子力 発電の、建設、そういうふうなその大きいあの問題を問うという、住民に問うということで、でそこで行った住民投票がきっかけで、その今のような、ある程度活発になったというふうに聞いております。その自治体における住民投票というのは、住民にとってやっぱり参加の手段ということもありますし、その代表機関、行政と、まあ、議会の側からすると、一つの保管物として捉えることができるのではないかというふうに思います。で、将来のまちづくりのため、その多くの場面で住民の意見を反映すべき、大きな事業ですとか、まあ今回で言えば、まあ、図書館の建設だったり、まあ、いろんなこう大きな事業ですとか、施策とかあるかと、これからも出てくるかというふうに思うんですけれども、そういうふうな課題ができてきた時のために、常設型ではなくてもいいです、個別型で、個別型は、まあ、住民50分の1の手、署名が集まれば、住民投票がなされますけれども、もし万が一そういうふうな、個別の住民投票の、まあ、訴えがあったりといった場合に、これは、議会の議決も必要だとは思いますけれども、そこを受け入れて、住民投票を、まあしないといけないという、覚悟っていうんですかね、そういうものって、その住民投票に関しての考え方を再度、長としての考え方をお聞きします。総務課長。金子議員さんのご質問の住民投票条例は、多分常設型のことをおっしゃってらっしゃるということでお答えさせていただきますが、まあ、資料の受け売り になりますけど、そのもともとその地方自治自体が、自治制度自体が、住民から選挙で選ばれた議員の皆様、および首長で主体的に運営をしていくというのが基本だと思います。そこでさまざまな要因によって、直接住民の意見を聞くという住民投票を最初からいつでもやれるようにするというのが常設型だと思いますが、この辺はいろいろ、まあ、メリット、デメリットといいますか、指摘があっているようでございまして、例えば議会の議決を経ないで住民投票が実施されるということ、これについては、メリットであったりデメリットであるという意見があるようですね。で、私たちが考える、住民投票、まあ、住民の意思の反映につきましては、先ほど、町長がルール答弁も申し上げましたが、現段階では常設型を設けると強いこう意向があるというわけではないというふうな答弁であったろうと思います。なお議員もご案内のとおり、常設じゃなくて個別の住民投票条例につきましては、
住民の直接請求であったり、議員さんの提案であったり、首長の提案で何々について住民投票をしたいという条例を作れば、こと足りることです。まあ、もちろんそれは議会の皆さんの議決がいりますけど、そういうハードルが、まあ、要するにそういう実施する道は現在すでにあるもんですから、今の段階で、常設型が救急に必要だという認識では捉えておりません。金子議員。そうですね。常設型の住民投票条例を制定ということで、私今言いましたけれども、結局は、現在、全国で これを制定しているっていうのは、やはり42自治体しかないというのは、まあ、それが実情です。まあ、でも、この42自治体しかないんですけれども、この、住民投票っていうのは、やはりこう住民の目があるということで、住民投票が、常設型で、いつでもその、まあ、個別でもできるんですけど、要するに。その住民投票によって、その住民の目が、その施策やその財政に向けられて、そのことによって健全化されるっていうメリットを、があって、この住民投票条例というのを推進しているという方向に、今現在、あるようです。で、まあ、今の、長与町で言いますと、やはり新図書館の建設場所について、まあ、同僚議員の一般質問がなされたり、今議会においては住民の方からも請願が出されたりしております。で、施政方針の中で表明された場所に関しては、全庁的に見ても一番ではないかと私は思いますけれども、十分なその住民に対する説明が不足しているのではないかというふうにも、感じているところです。で、図書館基本構想策定委員会が設置されて、まあ、多くの検討を重ね、これから建設に向け、進もうとしていますけれども、実際出来上がれば10年そこらではなくて、これを50年近く、50年ぐらい利用するわけですよね、そういう施設になるわけです。で、今後、その計画を推し進めるためにも、やはりこう住民がえのきの花で良いということを、そういうふうに表明されたのですから、ことを、投票で、町長側から問うことも考えられますが、そういうことに関してはいかがでしょうか。町長。まあ、図書館建設の話を出たんですけど、今、ルル議員さんからも質問等々出ておりまして、今からいろんなものがですね、明らかになってくると思うんですよ。だからこの議会のとですね、議会条例とはちょっとまた離れてね、考えた方がいいだろうと思います。で、今この議会投票条例につきましては、住民投票条例につきましてはですね、失礼しました、住民投票条例につきましてはですね、現在はまあ二元代表制ということで、私にしても、まあ、議員さんにしても、まあ、町民の代表として選ばれておるわけでございます。今日も議員さんからご指摘ありましたけれども、我々がやってますことにつきましては常にチェックをされております。それは議員さんがやっぱり町民の皆さん方選ばれておられているわけですので、そういう 形の中で我々も意識をしまして、町民の方々の声とか、いろんなものを意識しながらやっておるというようなことでございます。まあ、そういうことでよろしいでしょうか。金子議員。まあ、この件に関しては、その町の執行権ですとか、その裁量権ということもあって、まあ、熟慮されての結論っていうことだと思います。で、その住民への、説明責任っていうのが、果たして果たされているかといえば、やはり現図書館は地元にありますし、住民の方との話の中で、きちんとしたその説明を受けているわけでもないし、納得をしているわけでもない。今の、表明された場所にですね、っていう声も、まあ、聞きます。
やっぱりその説明責任っていうのが果たされていなければ何もならないというふうに思うので、やはり今後その共同のまちづくりを進める上で、住民に対して行うべき説明というのはやはり早い段階でやるべきだと思いますけれども、今後、こういうふうな大きな事業に限らず、町長からの方から、町の方からその住民に説明をしていくという体制は、整えてほしいと思いますが、その点いかがでしょうか。しばらく休憩します。会議を再開します。政策推進課長。はい、事前にですね、事業を進めるにあたって、住民の皆様にお断りをするべきだということのご質問ですが、まず図書館に関して言いますと、新図書館ですね、そうですね、賛否両論あるということはもう分かっております。それで、それを今度まずしたといたしまして、期間がまとめるのに期間がかなり必要だと思います。図書館に関しましてはそういうことでやっておりませんが、来年に明けまして、構想委員会、構想ができた時点で2月に入りまして、住民の皆様にパブリックコメントという形で、意見を求めたいと。金子議員。図書館のことに関しては、その都度その広報ですとか、ホームページなどで、いろいろ、お知らせをされていらっしゃるので、そこを見逃しているという、住民の方が見ていないという部分もありますけれども、今後は分かりやすい、事業に対する説明等を、住民とともに、住民に説明することにより、より良いまちづくりを進めていっていただければというふうに思います。終わります。場内の時計で15時15分まで休憩します。